はい、丁寧坂です。今日はですね、あの、 えっと、ほっといても育つやつとね、えっ、ー、とね、細かく教えなきゃ育たないやつとかね。えー、それについてね、ちょっとお話をしていきたいと思うんですよね。で、ちなみに私のことについてお話ししてくださいね。私はあの、昔のテニスダッュの技術解説とか、あと、世界のね、えっ、ー、と、あの、テニスの事情とかを、えー、レポートして、えー、テニスダッの経済に掲載したりとか、あと、テニスクールもね、ちょっと経営してて、あの、あと、あの、ジュニアのね、えっ、ー、と、育成ですね。で、あの、日本一のジュニアとか、もう、日本代表選手、で、プロの選手とかを、 ちょっと育成してきた、その経験をですね、ちょっとあの、皆さんにお伝えしていこうかなと、こういうふうに思いますね。で、まあ、そこで、あの、よく言われる、ね、まあ最近でも多いんだけど、あの、なんとかね、もう、あの、コーチの方にね、技術のことを聞くとね、自分で考えるとか、ていよく言われるとかね。あの、できるだけ自分で考えましょうというふうに、ま、あこういううな風潮になってるんで、まあ、それは悪いとは思いません。あ、それは意味があるんですよね。あの、運動神経っていうか、作っていく上で、自分で試行錯誤させていくということが非常に大事なんだよ、と、えー、いうことなんですよ。まあ、あこれ今回は の話はちょっと省きますねであのやっぱりね、そのなんすかね、えーとこの、ほっといてもその育つっていのと、それと、えー、教えなきゃいけないっていうのね、これはね、あの昔のね、あのテニスのね,、えー、とね、アメリカとスペインつってのね、ちょっと例でね、お話したいと思うんですね。で、アメリカ当時もノーフォーム、ノーグリップも,もう適当にね、もう教えるような、多かった、アメリカの,あの,テ,の、えー、とテニスが強かったじゃねアメリカがね。 で、もうとにかく、とにかく試合させて、試合させて、で、勝ち残したのが、あの、もうすぐ、あの、なんとかね、こう、あの,の、強いところにどん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 配属されていくっていうね、もうとにかく、もうなんか、あの、戦わせて、こう残って、こうの、あの、戦っていて、残った子を残すというような、そんな感じだったんですよ。で、 あの、その、アメリカでその、特にフロリダっていうとこなんだけども、ね、なんでそういうことができたかっていうと、世界中から人が集まるのね。で、なんで世界中から人が集まるかっていうと、あの、四大大会の中心になるんですよ。だから、また、年から年中、ま、あの、暖かくて、テニスができてとかね、あの、ヨーロッパの方が寒いらしいですね、冬とかね。じゃそういうのことがなくて、いつも暖かいと。で、それも、えっ、ー、と、四大大会のちょうど中間のところで、こうね、えっ、ー、と、位置してるから、なので、試合が終わったら、フロリダに来て、練習して、で、また試合に行って、またフロリダに戻ってっていうね、 だから、ベースキャンプって言われたんですよ。だから、そこであの練習してたので、強いかいいかがいっぱいこう集まるんですね。だから、そういう意味で層が熱くなったと。で、その中でこう戦わせていって、残った子がまあ残っていたということなんで、結局、なんて言われたかったら、天才が育つろって言われたんですね。だから、本当にもともとできてる、そういう子らが、自分の個性も含めて、この個性的なのがであの出てくる環境とえいうことだったんですね。 ま、それが昔のアメリカでした。で、それに対して、の、スペインのファーどういうことかっていうと、えー、テニス人口、まあ、人口そのままち、あの、少ないし、あの、なんですかね、あの、テニス人口全体的にもう増えてないから、もう育てなきゃいけないのね。だから、 なんですかねあの、育てることっていうことを細かく教えて育てることっていうことを考えたんですよ。で、えー、その中で、あの、あの、一つのの特化したのはね、で、スペインって何かとスピンって意味がするでしょスピンとクレーコートっていうね。もうその当時で、当時は、その一番ドルの前にこうサテライトサーキットっていうシステムがあってね。で、あの、もうあの国内にどん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 いろんな試合をこう呼んだので、ね、こうあの国際大会をね。で、国内だけであのトップハンドルと入れるような体制を作ったの。まあ今はルール的にできないと思うんだけど。 でそれもクレーンに絞ったんだよ。だからフレンチで勝つってね。だからあのハードコートは捨てた、天然絞も捨てた、つまりウィンブードン、US オープンのこと全部捨ててあの、もうフレンチだけに絞ったの。ね、だからもうでもうとにかくスピンでディフェンシブな部分に絞りまくって、クレーンの,あの試合に選んで、でそういうとにかくあの自分のクレを育てられる体制を作ったのね。だから、まあ、スペインのテニスってみんな同じようなテニスをするとか、個性がないとかって言われたのね。 ねえ、あの、でも、あの、強い選手はどん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 こう、あの、できてきたのね。で、それをやっぱり日本に当てはめたらどんなことを言えるかっていうと、やっぱり強い子っていうのはもうほっといても強くなる子ってやっぱり、やっぱいるのね。だから、そういう子はいらないこと言わなくても、自分のその、な個性というか、自分のものの、なんですかね、あの感、感性にひらめきに任せてどん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 さして、あの、試合させていけば、おそらく、あの、なんですかね、こう、天才タイプの子になると思うのよ。 だ、それはそれでいいと思う。でも、あのー、そうじゃない限りは、何かに絞って、あの、きっちりきっちり教えていかないと、おそらく育たないな、ないなと思うのね。そんな感じで、日本国内のジュニアでも、やっぱりこう、ほっといていいやつっておかしいけど、ほっといていいようなのと、それと、本当に教えなきゃいけないのとって、こう、分かれていくると思うのね。なので、あのー、 自分を見たとき、ね、我が子を見たとき、どっちなのかな教えていかなきゃいけないタイプなのかないちいちね。それかもうほっといても大丈夫なのかなそこをちょっと見,分見極めていかなきゃいけないと思うね。まあ、その中間もあるよね。今日はほっといて、今日は教えよう。あるかもわかんないけど。やっぱりそこはね、やっぱりこう、どういうのかなあの、世界の流れからしても、やっぱりその、あの、環境とかそういうのが揃ってるんだったら、もうほっといてもいいかもわかんないけど、大多数はそこで落ち、落ちていくわけね。結局ね。 でも、あの、あの、できるだけ、あの、落ちこぼれないよっておかしいけど、あの、なんていうんですか、あの、やっぱり、こう、強くしていくことを考えたら、やっぱり教えていかなきゃいけないないのかなって。それも何か、あの、一つの、なん、なんとかな、あの、まあ、ターゲットというか、そういうふうなものを絞ってやらないと、おそらくフォローしてあげないと育たないんだろうな、と、特に思いました。で、 その育つか育かないかの大きな違いは、これ何回かのシリーズで話すんだけど、えー、リズム能力ね。あの、リズム能力がない子が多分ね、えっ、ー、と、いろんなものの習得っていうの難しいと思います。で、リズム能力って言うと、なんか、ね、タンタンタン、はいとかね、なんかこう、こう、なんか、なたの上、ちょこちょこちょこってやってね、こう、なんか、1、2、3、1、2、3とかいるようなものだと思ってるんだけど、あの、それはね、あの、 なんていうのかなあの、外のものをね、例えば飛んでくるボールに対してのリズムとか、そういうふうなものなんだけど、体の中のリズムね。で、ね、その中で、あの、でもググってもらったら分かると思うんだけど、えー、今回お伝えするのは、えー、骨盤腰椎リズムっていうのね。で、これググってください。これ出てきますからって、骨がこう動いたら、他の骨、骨はこう動くんだよっていうね。あの、そういうふうなものがあるんですよ。体の中にね。 で、そこの、あの、それを、まあ、リズムっていうのね。あの、骨盤、腰椎リズムっていうのね。その中で、あの、特にそれが姿勢に影響するもので、なんていうんですかね。あの、そのリズムがちゃんとできてないと、体が自分の好きなようにうまく動かないのよ。だから、リズム能力のいい子っていうのは、あの、モノマネがうまいっていうのね。でまあ、つまり、自分の思う通り体を動かせる。だから、覚えのいい子っていうのは、この体の中の骨のリズムが非常にいいっていうことなのね。 であの最近うちの土日の練習に来てくことに関してはそのリズムって言ったら何なのっていうのを実際コートの中にあの親にもね保護者にも入ってもらって動画撮ってもらってで、えー、とあのあの個別にね、えー、個々の、えー、我が子の,写真あの動画を撮ってもらうとっていうのはあの一律にこうだってなかなか言えない部分があるので。なので <laughs> あのお父さんお母さんもちょっと入ってきてくださいとか言ってねちょっとあの我が子の,その,あの動画をとこっからこのほから撮ってくださいとかあっ,あっちから撮ってくださいってこう私言うのねでそれで撮ってもらってで私がそれで個別に説明していくんだけどそんな感じにならないとこの骨のリズムっていうのはやっぱりなかなかねこう理解されないのね実際ねで,できてるように思えてもやっぱりスローなんかでできたの見るとあ本当だできてないやっても分かるのね。 で、えっ、ー、と、ま、あ、府県で優勝するかの方でもやっぱり動きの中で一部できてなかったそのね。で、そのできてない動きの中にパワーポジションがちゃんと取れないっていうのがあるの。<laughs> なので、で、パワーポジションなんか取れなかったあの、スタートなんか遅いし、動きなんかも遅いのね。 なので骨の位置ね、例えば今回やった骨盤の位置をちゃんと、あの、正確にすることによって、えー、胸椎が回る、他の骨も動くようになって、腕も動くようになってってなるんだけど、骨盤一つが変わっちゃうと腕も動かないんだもん。これね。ちょっと話が長くなるから。だから、あの、まだあの骨盤腰椎リズムだけじゃないですよ。肩甲骨上腕リズムっていうのがあるのね。 だから、あの、肩甲骨が上がるのに対して、上腕骨が上がる、そのタイミングってあるから、そのタイミングが狂ってる子ってのは困るわけ。もう、例えば、あの、高い打点打てないとか、えっと、腕が全然出ないとかね、もうなんか全部詰まっちゃって、こう動かないと。だって、骨がロックされるんだもん。極端に、まそう思ってもらえばいいと思います。だから、だから体の中のこの骨の動きからやっぱ調整していかないと、 やっぱり上達って厳しいだろうなと思って。で、あの、全国レベルになるんだったら、まあ、大阪から出るんだったら大体3600時間っていう数字が出てるんだけど、これが2000時間で大で出てる子いるのね。で、そういうのをこう、理学療法と調べたら、骨の角度がね、すごい正確だったのよ。っていうことは、あの、骨の、骨の動きと、骨の動きは全部、こう、なんですかね、骨盤が当たったら、腰椎が当たって、とかで胸が当たってっていう、この一つの順序が、やっぱり、あの、正確だったのね。で、その正確じゃない子っていうのは、また全然、やっぱり長い時間。 時あのー、で結局そこで覚えのいい悪いが出てきちゃうわけよなのでもともと揃ってる子はほっといてもいうまくいくのかも分かんないけどそうじゃない子はそこから全部一からやっぱりこう作り直してあげないとちょっと厳しいのねだからうち機能チェックっていうのをやってるんだけど特にこの骨盤前りのは最近ちょっと細かくちょっと分析ができてきたので、あのー、以前の以前の 2年ぐらい前の機能チェックよりか、さらにちょっと細かいことはちょっとできるようになってきたと思うんだけど、毎年ちょっとずつバージョンアップはしてるんだけどね。あのー、まあ、今日もこれも動画撮影終わった後、あの機能チェックすぐ始めて、あの、他の地域の子が来るんで、それもチェックするんですけど、あの、その中でやっぱりこう、ちゃんと自分の体が正確にこう思うとに、ね、動いてるのっていうのから修正の仕方を全部伝えていかないと、多分厳しいんだろうな。 で、今度ね、ちょっとまあ、私事なんだけど、ちょっと海外の方の、ちょっと活動もちょっとまた再開しようかなと思って、韓国とオーストラリアを始めにして、えー、っていう感じを考えてちょっとそれに、それに対して行けたらフランスも考えてるんだけど、あのー、なんかね、基本的に私知ってる子しか連れて行かないという方針なので、あの、お申し込みいただいてもう、あの、うちに来てよく知ってる子でないとちょっと、あの、連れてってないのでね、基本的にうちうちって、うちの場合はね、 で、その中で、なん,んですかね、やっぱりこう、ああいう遠征いた時っていうのは、やっぱりこう、どういうかな、あの、いいお客さんにさちゃうのね、極端に言ったらね。で、中には、この遠征ってすごく強くなって、まあ日本でも活躍してってことを繰り返してる子いるんだけど、そこはもう、おそらく何かの武器を持ってて、もう目かけられてて、いい流れになってる子はそれでいいと思うんだけど、おそらく多くが、もうお客さんにされてるのね、実際のところをね。 なので、あの、まあ、うちも留学事業やってたんだけど、オーストラリアとかね、あの、アメリカとか、まあ、中国もやってたりとかしてたんだけど、やっぱりこう、預けるだけじゃ、たぶ無理だなと思ったのね。だから、あの、こっちからある程度、こう、日本人コーチがこう、フォローしてとか、ただ森田ファンだったら、IMG に入れたんてるか、じゃないんじゃない ?IMG に入れてるけど、ちゃんと日本人コーチがついてるでしょ向こうに担当がね。任して禁してるわけじゃなくて、実際教えてる日本人コーチだから。 それと同じような感じで、あの別に向こう、向うで指図するわけではないけど、あの、ちゃんとこう、言葉もわかんないし、いろんな部分もあるから、やっぱりニュアンスもあるから、やっぱりこの、どう、どう,うかな、向こうのコーチが与えようとするものと、やっぱりその、選手そのものが求めようとするものにギャップがあったりとかするわけよね。だからそこをやっぱり、ちゃんとこう、理解してもらうように持っていって、 持って行ってで、できない分をやっぱりフォローしていかないと、おそらく遠征行っても多分ダメなんだろうなと思ったのでね、まあ、今回また何人かちょっとオーストラリアのね遠征ね、こ語学も含めて一緒にまあ結構安くできるから、あの、 ゴールドコースの方なんだけど、まあそういうのもちょっと考えてるんだけど、やっぱり、ああいうとこ行くためには、やっぱり一旦ね、ちょっと体の動きっていうかそういうのもちょっと理解して、あの、まあ覚えがいい状態にして、ああいうとこで行かないと、やっぱりこう覚えられないっていうか、あともう勘でるたらごめんなさいね、見捨てられるのね。あもうこの子覚えれないや、と思ったらね。で、覚えられない理由っていうのはさっきも言ったように、骨と骨のリズムの関係があるから、そこを解決しなかったら、もう多分無理なのね。 はっきって無理です。あの、リズム能力がったら多分無理ですね。まあ、リズム能力がなくても勝てるのよ。あの、例えば距離感を合わせる定位能力とボール扱う識別能力、あの、があれば勝てるのね、極端に言えば。だからこんなにと、ん打ち方、打ち方、くねて、打ち方変だけど強いって言うでしょ。あの、距離感と、あの、打点だけは合ってんだよね、きっとね。その代わりいるじゃない、こう、技術教えると全然ダメなんだって。もう試合させると強いんだけどって言うでしょ。でも、そういう子って最終的に残ってないでしょ、やっぱり。極端に言ったらね。 あの、で、逆も言うよね、すごくきれいにいくから体動いてんのに、あの、全然勝てないなっていうのは、だいたい距離感あってないんだあの逆に識別能力と、えっ、ー、と、定位能力が合ってないんだろうね。だから、技術を覚えるのうまいのよ。こうね、なんかこう、綺麗いな、ボレーも綺麗にできたな、ストロークも綺麗にできたな、綺麗のにね、勝てないねっていうのね。まあ、あの、まあ、間違いないですね。<laughs> 距離感と識別、あの、目と手の協調性があってないのね。 だから、変な形になっても、目と手の協調性、なんかこう、言うじゃない変な形ないから、ピッと合わせるのうまいとかね、ピッとかね、なんか、くれになってね、こう、うまく、中国拳法か、みたいな形で、なんか、ボールをコントロールするような人とかいる場いますもんね、一般の人でもね、なんか、ビヨとかでねあののむむむ。あの、面の、あの、向き方はうまいのね、やっぱ、あのね。 だから、あのー、まあ、変な形でおぼるんだったら、まあ、一般のテニスで頑張ったらそれでいいのかもわかんないけど、でもやっぱアスリートなんだら多分それでも無理だからね。 だから、あの、その辺はね、やっぱりちょっとフォローしていかなきゃいけないんだろうな、というふうに思いますね。だから、まあ話戻しますけど、やっぱ教えてあげなきゃいけない子っていて、で、その多くがリズム能力っていうところ、習得に関してはね、そこをちょっとフォローしなきゃいけないし。で、あの、いい、いいフォームで言うと勝てないなっていう子は多分距離感とかそっちの方ね、識別能力、定員、識別能力とか定員能力とかそっちの課長を見なきゃいけないし。まあ、あの、 コーディネーションのこと書いて下に乗っ、乗っけときますけど、あのー、そこをやっぱりこう押さえてらないと多分厳しいんだろうな、という感じがしました。あの、興味のある方一回ね、ちょっとあの、あの、えっ、ー、と、リズム能力って言いたいなにとか、骨と骨のリズムって言いたいなにとかっていうのをね、 あの、自分の体が本当に正しく動いてるのか。まあ、自分の体の骨が正しく動いてるのかって言った方がいいかもわかんないですね。あのー、そこができないと多分、うまい、うまいとこ作はいきません。と、えー、いうことです。えー、ちょっとわかんない方はまたお問い合わせいただければというふうに思います。えー、トルシさん、頑張ってください。